豊治君、刺された傷はもう大丈夫？でもシゲがそんなことに巻き込まれてたなんて、しかもトラちゃんまで。カイチってことを監禁されてたのは本当だったの？でもその部屋にはトラちゃんがいた証拠は何も残ってなかったんでしょう？確かにトラちゃんと一緒だったんだ。その他の失踪者の人や山に埋めた死体の行方は？そうだとしたら大事件じゃん。豊治君、警察には？シゲ、ヨシシゲの行方は？本当に今はどこにいるの？そっか、そんな組織からも逃げたんだ。悪いやつだね、あいつ。本当にしょうもないやつだけど、どこかで生きててくれるなら。探偵ちゃん、境界線は見つかった？ああ、また目離したら寝てる。おい、豊治。まあまあ、ここのところ探偵らしいことしてて疲れてんだから寝かしとこ。またネタになるような寝言言うかもしれないし。ああ、起こしちゃった。いや、まだ寝ぼけてるよ。ああ、今のうちにチーズフォンデュ食べちゃおうかな。今日は豊治のおごりだし。オッケー、じゃあ準備しちゃうね。